はい、シリーズ令和漁業法の番外編、法律ではなくてですね、法律に基づく資源管理基本方針が示されたわけですけども、それの、第1、資源管理に関する基本的な事項の中のですね、2番、資源管理に関する基本的な考え方についてお話をしていきたいと思います。まずこの農林水産省の告示ですね、これが資源管理基本方針ですけど、その2で資源管理に関する基本的な考え方というのがあります。文章長いんで抜粋、重要なポイントだけですね、抜粋をしておりますので、それをお話していきたいと思います。資源管理は水産資源ごとに最新の科学的知見を踏まえて実施された資源評価に基づき、資源管理の目標を設定し、当該資源管理の目標の達成を目指し、漁獲可能量による管理、つまり、どれだけ取っていいですよ、量のですね、何トンとかそういうことですね、による管理を行い、最大持続生産量を実現できる、いわゆる MSY を実現できる、資源量の水準を維持し、または回復させることを基本とする。で、これは漁業法で、今回は漁獲可能量の管理を基本とするということになってますね。それについて、こちらでも書いてあるということです。で、また、資源管理をより効果的なものとするため、水産資源の再生産が阻害されることを防止するために必要な場合には、許可免許に加え、漁業の時期の制限、または漁務の種類の制限、体調制限、その他の漁業の方法による管理を合わせて行うものとする。つまり、漁獲量管理だけではなくてですね、まあ、許可制度ですね、それから免許制度、それからいろいろ細かい調整規則なんかである、漁業時期とか漁務の種類の制限、こういったものも合わせて行いますよ。つまり今回の漁業法の体系が漁獲量管理と、それから許可免許、そしてその他の、制限措置ですね、そういったものを組み合わせてるんだよということをここでお話をしているわけですね。で、資源調査及び資源評価についてここで書いてあります。資源調査及び資源評価にあたっては、その独立性を確保する体制を整備する。つまり、まあ、こう誰かの意見、個人的な意見がこう入ってしまうのではなくて、外野からの意見が入るのではなくてということでやりますよと。で、その科学的客観性、妥当性及び再現性を確認できるよう、外部有識者の検証を実施することです、ね、第三者機関みたいな話なんですけども、ただこれがやはり問題になると思うんですが、有識者って誰なんだ。つまり、まあ、行政側の都合のいい人を選ぶ。これはそのまさに、まあ、漁業制度の改革の時の水産ワーキンググループですね、そういったところを見てもですね、やはりその、まあ、漁業者寄りという話にならないだろうなということが、予想されるわけです。次、資源管理の目標ですけども、資源管理の目標についてはですね、目標管理基準値というのと限界管理基準値というのを基本的にはね、行います。それは何をやるかと、資源評価が行われればそういうのを必ず定められる。ただそういった資源評価がちゃんとね、行われきれなくてですね、目標管理基準値とか限界管理基準値を定められないときは、資源水準を維持し、もしくは回復させるべき目標となる水産資源の値を定める、こういうような二段構えになっているということです。で、目標となる資源水準の値は十分な情報に基づき客観的な根拠を有するものではなければならず、まあ、その通りですよね。最新の科学的知見を踏まえて実施された資源評価に基づいて定めることとするということなんですけども、まあ、言うことは簡単ですね。科学的知見に基づく資源評価についてはですね、まあ、結局水権機構がそれを委託してこれからもやっていくというふうに法律に書いてあるわけですけども、まあ、各庁選挙会とかいろいろ出ているとですね、どうしても水権の言ってる評価なんて信じられない
ていうような、言葉がよく聞かれるわけですね。で、そういう、ね、現場見てない、つまりこの資源評価というのがやはり理想論ですね。十分な情報の客観的な根拠を有する最新の科学的知見を踏まえて実施された資源評価っていうのはやっぱり理想論であって、絵に描いた餅というふうになる可能性も高いんではないかなと私は考えています。で、そういったようなですね、理想論に基づいて、出てきたようですね、その資源評価によって漁業関連が行われるというのは非常に危ういではないかなと。現場から離れちゃった、こう何、机上の空論の資源関連が行われるという可能性が非常に高いというような気がして、私はちょっと危惧しているところです。次ですね、資源管理の手法というところになります。で、資源管理をどのようにするかというときに、一つはですね、いわゆるその資源がどうやって減少するかといったときに、まあ、自然死亡ということですね、自然環境によって死亡するというのがまず一つあります。それからもう一つは漁業者による漁獲死亡ですね。そういったもの、その二つがありますよということです。で、自然死亡は人為的には管理できないことから、設定された資源管理の目標の達成のためには漁獲量の管理が重要となる。これはまさにその通りですね。自然死亡というのは管理できないので、漁獲量管理は人間の手でできる、ね、ただ、ね、重要となるという話をしているわけですね。で、漁獲量管理ができるということで重要となるとまで言ってるわけですけども、実際問題ですね、漁業環境で例えば黒潮の大蛇行で、サクラエビが取れないとか、地球温暖化で、随分とね、北海道でブリがたくさん取れるとかですね、まあ、埋め立てで漁場がなくなる、水質が汚染される、赤潮青潮、特に青潮なんかで毎年東京湾奥の貝は全滅してしまうような時もあって、そういうところで本当に漁獲量管理というのが、役に立つのかという話になると、非常に問題、実際問題として漁獲量の管理じゃないよねっていうのがたくさんあるような気がしますね。漁獲量だけ管理してれば、例えば東京湾の奥で、青潮が発生するのに、ハウスしてほとんど死んでしまうのに漁獲量管理しましょうってやってても意味がないような気がするんですよね。で、資源管理の目標を達成するための手法は、ね、漁獲可能量の管理を基本原則、これもさっきもね、漁業法の基本だということで、これにより、ね、令和5年度2023年度までに我が国の海面漁業生産量の8割が漁獲可能量による管理にすることを目標とすると、こういうような話です。ただ、この 80% ってのはどこから根拠出てきたのかはよくわからないですよね。まあ、ただこういう目標が掲げられているということです。次です。漁獲可能量に管理をしましょうということですから、それについてはどうやるかというと、農林水産大臣はですね、いわゆる漁獲可能のタックですね、日本全体のタックを、まあ、漁獲シナリオというのに導かれた、そのいわゆる、生物学的脅威漁獲量 ABC って言いますけど、それに基づいて漁獲可能のタックを定めますよということです。で、ただし国際的な枠組みで決まったものはそれによって決定されたようにしましょうと。で、今度は農林水産大臣はですね、今度はですね、都道府県と大臣管理区分にその漁獲可能量を分配しますよ。で、大臣管理区分は自分でやることになりますから、その管理は行いますよと。で、今度は都道府県の方はですね、ね、あれですね、国がその要は漁獲可能量を県別に割り振るわけですから、それをですね、都道府県が定めている資源管理方針に即して、ね、管理区分ごとの、知事管理区分ごとの漁獲可能を定めて、それぞれの、ね、漁獲量の管理を行います。こういうシステムになりますということですね。
だから農林水産大臣が知事と大臣区分部に分けて、大臣区分は農林水産大臣自らが管理をする。そして都道府県はその、自分たちに割り当てられたものをさらに、知事管理区分の中で細かく割り当てて、管理を行っていきますよというシステムにしていきますよということです。まあ、これは法律の中にあることを、まあ、ここで簡単に話をしているということですね。じゃあこの続きですね。で、これらの大臣管理区分及び知事管理区分においては次の方いずれかの方法により漁獲量管理を行う。つまり漁獲量管理、前で言ってましたけど、具体的にどうやるかというと、一つは漁獲割当てによる管理。ね。要はですね、漁獲割当て。で、普通、漁獲量の管理の仕方としてですね、例えば、漁獲量の合計が管理区分ごとの数量の上限に達した時点で、行政庁が採捕を停止させる方式、いわゆるオリンピック方式ということですね。用意どんで、この上限にね、漁獲枠に多数まで取っていいぞっていうふうにやるとですね、先取り競争による過剰な漁獲及び漁業時期の著しい短縮期間による経営の不安定化を招く、それいわゆるオリンピック方式といって、これはアメリカのハリバットの漁業ですね、オヒオの漁業で、まあそういう競争で取っても、何1年間の漁獲割合と何日かでもみんなでこう何取ってしまってさ、それで終わりと。でその以外の漁期は全然漁業はできないというのはね、無駄が生じたというのは有名なんですけども、それじゃまずいので、個別の漁船にですね、漁獲割当てを行って漁獲量を管理するようにしましょうというのが今回の目玉ですね。で、それがちゃんとこの中の方針にも書いてあるということです。ただしこの漁獲割当てができない場合ですね、あ、それちょっと言っておきます。じゃあ漁獲割当てをしてですね、本当にそれでうまくいくかというとですね、個別にも漁獲割当てされますと、一つ問題なのはやはりその何割当て量の何倍も取ってしまう。で誰が監視するかというと、やっぱり自主的な報告と、まあ何監視員の監視なんですけども、実際やってるその漁獲割当てやってるニュージーランドでは実際は何倍もの漁獲が行われていることもあったりとかですね、あとはやはりその何小型魚ね、たくさん取ったまずいから小型魚を捨てちまえっていうような小型魚の投棄の問題、そしてあれですね、なんだ、漁期が集中する高いね、魚を取りたいんでみんな同じところにみんな来る、だから割り当てしたらうまくいくかなと思うと同じところにバーンと集中しちゃうというような問題も一方では起きてくるわけですね。はい。で、ですから漁獲割り当てが必ずしもいいという、オリンピックがダメだから漁獲割り当てがいいというふうには簡単には言えないと思います。で、漁獲割り当て以外による管理ですけども、それができない場合はですね、漁獲量の総量で管理を行う。でさらにその漁獲量の総量も管理が行われることができない場合は、漁獲努力量の総量による管理を行う、こういうことになりますよ。これは法律の中にも書いてある話です。まあ以上ですね、今回そのね、基本方針の2番目としてですね、基本的な管理の考え方についてやっていきます。まあ、これから第3、第4とですね、いろいろな基本方針の内容、ね、たくさんありますので、少しずつこういう小分けにしながらお話をしていきたいと思います。